次に譲谷隆議員に質問を許します。譲谷隆議員、私は社会民主党市民連合の一員として先に通告しました事項について質問いたします。はじめに大項目農業政策の推進について、中項目農業の持続的発展政策について何点か伺います。国が主食の米政策を投げ出したことにより、いよいよ来年度から米の生産調整が廃止され、経験したことのない未知の世界へと突き進んでいくこととなります。米を主力として生産規模を拡大してきた農家や農業生産法人にとっては、これで自由に米の作付けができるぞ、さあ頑張ろうとなるのか、それとも価格維持を優先し、農業再生協議会の目安のとおり、これまで同様の作付け面積にとどめるのか、収入保険制度への加入を含めて大変苦慮していることと思います。一方で、国民の食料を守るべき国の根幹としての農業基本法に基づく米の生産調整政策に協力し、土壌改良をはじめ園芸作物栽培先進地への研修など、さまざまな苦労を重ねながら米に代わる転作作物生産に努力してきた転作受託地域や農家の皆さんにとっても、また米の直接支払い交付金の廃止をもって農業経営の根本からの見直しを迫られる最初の年となります。転作の互助方式による地域間調整は米価安定に寄与してきたことは疑いありませんし、生産調整が廃止となる来年度以降についても、地域間調整はこれまで同様の形で継続されることが望ましいと考えます。しかし、これまで通りに転作に協力しても、互助制度による補填がなくなるわけですから、生産調整に協力する受託農家にとっては、減収となるのは確実です。このことについての認識をお示しください。先日、会津若松市農業再生協議会より平成30年産米生産数量、目安の設定に対する需給調整の基本方針が示されました。これは国そして県段階において進められてきた主食用米に対する目標生産数量を達成するためであり、需要に応じた米作りを推進するためにはやむを得ない施策として市も主体的に進めているものと考えます。同時に自給率向上に向けた地域振興作物の生産拡大に取り組むことも示されています。稲作との複合経営により農業収入を増やす施策として推進してきたと考えますが、市はこれまで振興作物をどう推進してきたのか、順調に推進したものもあれば、あるいは思うように伸びなかったものもそれぞれあると思われますが、栽培面積の推移と収量を示すとともに、今後の具体的な取り組み方策を示してください。また新興作物と位置づけている里芋の生産数量増加を目指し、意欲ある生産者によるより里芋栽培部会が発足したとの報道がありました。会津伝統の食文化である小梅雨や芋煮には欠かせない食材であることから、作付け面積も収量もぜひ増やしていくべきと考えます。今後の目標及び展望をお示しください。さて、旧北会津村と旧川東町との合併後に行政機構改革により現在の農政部が設置されました。農政部が設置された当初の目標、あるいは目指してきた農業政策はどのように進められ、どのような成果があったのか、特徴的ないくつかの事例を挙げて具体的に示してください。
農業収入を増やすためには国県の技術的指導はとても重要と考えますが、農家に一番近いところにある農協や市の担当部局にはそれ以上に大きな期待が寄せられているのではないでしょうか。その期待に応えるためには専門の知識を習得した技術職員の存在は欠かすことができないと思いますし、市の農業政策に対する姿勢も現れると考えます。本市における農業専門の技術職員数を示してください。合わせて現在の農政部が発足して以降、農業専門技術職員の採用については計画的に行われてきたのか示してください。次に地域農業の担い手育成について伺います。担い手の育成は喫緊の課題と考えます。今後の米政策を継続していくためには新たなブランド米の開発などにより産地間競争に勝ち抜かなければなりませんし、今後も消費が拡大すると予想されている業務用米など需要に応じた米作りもにも対応しなければならないと考えます。まずは米生産にかかる担い手の確保が重要と考えます。新たな制度における生産数量を確保するための水田を耕作するためにはどの程度の人数が必要と考えるのか認識を示してください。次に人・農地プランが地域農業を守る有効な手段であると考えますが、将来を見据えた現実的なプランとなっていないという調査結果があります。現在市内には65地域で人・農地プランが策定されましたが、それぞれの地域が抱える問題や課題は様々あると考えます。その課題や問題を共有し解決するためには地域農業者同士による本音の話し合いが必要ではないかと思います。計画策定からそれほど経過していない地域もあるとは思いますが、今一度実効性のある計画となっているか検証するとともに、計画の見直しが必要な地域はないのか絵に描いた餅にしないために、行政がしっかり関わり指導を助言していくべきと考えますが、認識を示してください。続いて大項目安心共生のまちづくりについて、中項目国民健康保険制度の安定的運営についてお伺いします。昨年末に平成30年度より国民健康保険制度が変わりますという通知が届きました。一体どう何が変わるのか、1枚のリーフレットの内容だけではどのような影響があるのかはっきり言って理解ができませんでした。当然のように一般の国保加入者から何かわからないが通知が来た、教えてほしいとの電話が私のところにも数件ありました。まあ、大まかに言えば平成30年度から市町村に加え県も国民健康保険の運営を担うこととなり、市が集めた保険料は県に納められることになる、まあ、大まかにはこのようなことのようです。しかし県が保険者となったところで高齢者や低所得者が多くを占める加入者動向から見て財政基盤が好転するとは考えにくいのですが、この構造的課題が解決されない中で県による統一的な運営方法にはどのような利点があるのか示していただきたいと思います。また運営次第によっては健康診断後の丁寧な指導や地域活動への協力が縮小されるなど加入者の期待からかけ離れた制度になりかねないという不安もあります。新たな制度の中で市のこれまでの健康保険事業における給付事業などは県国民健康保険運営方針においても担保されるのか見解をお示しください。次に将来の保険料について伺います。近い将来保険料率が統一されることとなると考えますが、現時点においてさえ市町村加入者間に不公平感があり、今後においても保険料率の設定は重要な問題と考えます。新たな県国民健康保険運営方針には保険料率の統一時期等が盛り込まれるのか、また将来においても加入者負担が増えることはあってはならないと考えますが、現時点における市の認識をお示しください。次に
中項目の2つ目、低所得者対策について伺います。生活保護金、保護費の最大 5% 削減案が今国会において提出され、審議されています。厚生労働省は、生活保護の生活扶助基準の検証に際し、一般低所得者世帯である一番所得が低い 10% の下層の方々の消費実態と生活扶助基準を比較した結果、生活扶助費の方が高かったことを理由に生活扶助費を引き下げるとしています。生活保護世帯以下の収入で生活している低所得者を支援する政策に力を入れずに保護基準を引き下げるという政府の政策は容認できるものではありません。平成25年においても平均 6.5%、 最大 10% もの生活扶助基準が引き下げられており、今回の生活扶助費の削減は生活困窮者などの苦しい生活に追い打ちをかけるのではないかと危惧されます。今回の削減案に対する市の認識をお示しください。今回の改正においては都市部に比べて町村部の影響が少ないとの報道もありますが、影響を受ける市内の生活保護世帯数と人数を示してください。今国会に示されている生活保護費削減案は低所得者対策制度に影響を及ぼすのではないかと報道されてはいますが、具体的にはどのような影響があるのか認識を示してください。先日の新聞記事に、自宅において熱中症で亡くなる方よりも冬期間低体温症で亡くなる方の数が 1.5 倍も多く、一昨年までの10年間で毎年1000人以上に上っており、その背景には高齢化に加える重症になるまで気づかれない孤立化や十分に栄養が取れない貧困層の増大があるとのショッキングな内容が出ていました。本市においてもこのような事例はないのか、低体温症患者の発生状況と低所得者の生活実態をどのように把握しているのか示してください。またこの冬は例年になく気温が低い日が続いており、各地で水道管の破裂事故が多発しました。加えて大雪の影響により野菜などの生鮮食料品が品薄となって価格が高騰し、一般の家庭であっても家計を圧迫しています。さらに石油製品も高騰し、灯油にあっては県内でも値上がりが続いた時期もありました。このような予想外の出費が発生するなどの厳しい状況を考慮し、生活保護世帯を含めた低所得者に対する生活支援策を講じるべきと考えますが、認識を示してください。以上、壇上からの質問を終わります。市長。譲谷高志議員のご質問にお答えをいたします。はじめに農業の持続的発展施策のうち五条の廃止についてであります。五条につきましては、現行の生産数量目標の達成による米の直接支払い交付金が廃止となることに伴って終了となり、県からは平成30年度以降においては地域間調整を行わないことが示されております。こうした県の考え方に基づき、市農業再生協議会におきましても米の直接支払い交付金の廃止に伴い五条が終了となることを確認したところであります。これにより五条料金は発生しないこととなりますが、市といたしましては産地交付金の有効活用により高収益の地域振興作物をはじめ、そばや大豆等の転作作物の生産拡大を促していくとともに、戦略的農業経営確立支援事業による施設や機械の導入支援といった市独自の支援策を継続していくことで、農業所得の安定向上に結びつけてまいります。次に、地域振興作物の生産拡大に向けた取り組み経過と今後の方策についてであります。産地交付金の対象となる地域振興作物のうち、県の統計による平成23年度と28年度における主要作物の
作付け面積及び収量につきましては、平成23年度のトマト、アスパラガス、キュウリの作付け面積が約43ヘクタール、収量は約599トンであります。これに対して、平成28年度の作付け面積は約30ヘクタール、収量は約773トンであり、施設化の推進を通じた生産効率の向上により、収量が増加傾向にあるものと認識しております。今後につきましても、農業者の作付け意向を踏まえながら、産地交付金メニューの充実による生産拡大をはじめ、ブランド化に向けた取り組みや、販路開拓を通じた消費拡大、さらには ICT 農業の推進による生産性の向上に取り組んでまいります。次に、里芋の振興についてであります。昨年5月に、公設地方卸売市場内の卸売業者と意欲ある農業者により、里芋の生産者組織が設立され、需要に応じた生産、流通体制が構築されたところであり、作付け面積の拡大や販売促進に対する支援を通して、産地化を推進しているところであります。現時点における作付け面積は約90アール、収量は約4トンでありますが、平成32年度には作付け面積を約4ヘクタール、収量を約40トンまで拡大していくことを目標として、市内での消費拡大や地域外への流通に取り組むことにより、農家所得の確保及び公設市場の活性化につなげてまいります。次に、農政部の設置による成果についてであります。平成17年度の行政機構見直しにおいて、合併に伴う農業分野の比重の増加に伴い、議会での議論を踏まえて、農政部を設置した経過にあり、第6次長期総合計画や食料、農業、農村基本計画に基づき、農業施策を展開してきたところであります。主な成果といたしましては、第6次長期総合計画に掲げる農業分野の3つの基本施策のうち、消費者の視点に立った安全な食料の安定供給において、地産地消の推進や会津食の陣の実施により、地元農産物の消費拡大やブランド化につながっているものと認識しております。また2つ目の基本施策、担い手の育成による地域農業の持続的発展においては、農業従事者の高齢化の進展に対応する担い手育成確保のための支援により、認定農業者、農業法人や集落営農組織、新規就農者など、多様な担い手の確保が図られてきており、さらには収益性の高い農産物への転換や、低コスト化などへの支援により、農業経営基盤の強化や、農業経営の安定化に寄与しているところであります。3つ目の基本施策、交流と共生による農業農村の活性化においては、農業農村が有する多面的機能の維持・発揮のために、活動組織を支援することなどにより、地域のコミュニティの醸成や環境保全が図られているものと考えております。次に、農業技術専門職員についてであります。現在、5名の技術専門職が在籍しており、専門的知識を生かした業務を行っております。栽培技術の指導、普及にあたっては、県や JA 会津四つ葉の技術職員が主に現地指導等を行っておりますが、市の技術専門職員については、農業施策の企画立案や、専門職の知見を活用した施策を推進する必要があることから、計画的な採用を行っているところであります。次に、米の生産に必要な人数についてであります。人数の目標は定めておりませんが、水田フル活用ビジョンに基づき、需要に応じた米作りを行うこととしており、稲作の低コスト化や収益性の高い園芸作物を組み合わせた複合経営を推進しております。なお、7次総合計画において、効率的かつ安定的な農業経営体への農地の集積率を 78%、担い手の中心となる認定農業者数を400経営体とする目標を掲げているところであります。次に、人農地プランの見直しについてであります。
首都農地プランは高齢化や後継者不足といった農業を取り巻く課題を解決するための計画であり、地域の実情に応じ適宜計画の作成見直しが必要であることから、全農家を対象に首都農地プランの重要性を周知しながら、集落からの相談等に基づき集落営農推進プロジェクトチームによる集落座談会を開催し、それぞれの地域課題の解決に向けて計画見直しのための支援や助言に努めているところであります。なお、その他のご質問については主幹者よりお答えを申し上げます。建国支部長。お答えいたします。県による国民健康保険制度の統一的な運営の利点についてであります。県単位化での財政運営により財政規模が大きくなり、一定のスケールメリットが働くことに加え、国においても構造的な問題を解決するための公費拡充を図るとしていることから、安定的な財政運営が図られるものと認識しております。また県の国民健康保険運営方針は、県が保険者として市町村との協議や県国民健康保険運営協議会等の意見を反映させながら策定したものであり、市といたしましては今後も引き続きこれまで実施してきた事業のサービス低下とならないよう県と協議してまいります。次に保険料率の統一についてであります。県の国民健康保険運営方針には取り組み期間等が盛り込まれており、運営方針の対象期間である平成35年度までを保険料水準の統一に向けた医療費格差の縮小や市町村事務の標準化等の取り組み期間とし、その後保険料水準の統一や保険料収納率の均質化を経て、将来的に県内統一の保険料率を目指すとしております。また将来における加入者負担につきましては、平成30年度においては県から示された国民健康保険事業費納付金をもとに税率設定の判断をしたところであり、平成31年度以降につきましても国民健康保険事業費納付金が示された時点で判断をしてまいります。市といたしましては加入者の負担軽減を図る観点から、今後とも国県に対しさらなる支援の拡充についてさまざまな機会を捉えて要望してまいります。次に生活保護の基準額見直しについてであります。生活保護は法定住宅事務であることから、基準額については国が定めるものであります。見直しについては最低生活の維持に支障が生じないよう国において必要な配慮がなされるものであり、本市は定められた基準に基づき適切に保護を実施してまいりたいと考えております。次に見直しに伴い影響を受ける世帯数と人数についてであります。現時点におきましては国から具体的な基準額や運用の詳細が示されておりませんが、仮に本市が該当する地域別の基準額に見直しが実施された場合、生活保護を受給されている約1500世帯約1900人すべてが増減は別として影響を受けるものであります。次に基準額見直しによる低所得者対策制度に及ぼす影響についてでありますが、国より各制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り影響が及ばないよう対応するとの基本的な考え方が示されているところであり、現時点においては個別具体的な影響をお示しできる段階にはないものであります。次に、低所得者の低体温症患者の発生状況と生活実態の把握についてであります。低体温症は体温が35度以下で発症する症状であり、寒冷な環境だけでなく、さまざまな基礎疾患にも起因することから、傷病名から低体温症の発症状況を把握することは困難であります。また、生活保護受給世帯につきましては、生活習慣病の重篤化を防止する役割を担っている日常生活支援員と連携を図りながら、低体温症に陥ることがないよう、療養改善や食生活等の指導を行い、生活実態の把握に努めてまいります。次に、冬の厳しい状況を考慮した低所得者対策についてであります。この冬の物価の高騰等も含めて、多様化する課題に対しては、社会福祉協議会など関係機関と連携して、
生活困窮者自立支援法に基づく包括的な支援を実施しているところであり、物価の高騰等による市独自の新たな支援の取り組みにつきましては慎重に判断すべきものと認識しております。以上でございます。譲谷隆議員、はい、再質問させていただきます。互助制度でございます。まあ、県の方針があったから、まあ、県の方針に従いということになっています。農家の皆さんへという、あの資料の中に、互助制度、まあ、メリットがなくなるよというようなことが書いてありました。そこでいくつかお伺いしたいんですが、互助制度が廃止となるというのは、この理由というのは基本的にはどういうことなんでしょうか。あと互助制度が廃止となっても目安は示されるべきで、示されているわけであります。米生産農家がこれまで同様安心して作付けできるっていうのは、やっぱり調整に応え転作に協力してきた農家があったからであるというふうに思います。まあ、これまで協力してきた農家は米を作りたくとも農地がすでにもう10年以上も経っているということがあったりする、そういう農地は水田として活用できない、こういう状況にあることもぜひ理解をしていただきたいというふうに思います。したがって何らかの激変緩和措置なるものを講じることが必要でないのかなというふうに思っています。まあ、地域によっては今ようやく市の働きかけがあり動き出そうとしている地区があります。地域農業の計画を策定するなど、まあ、人の内プランの立ち上げまでぜひ実施すべきであると、そういう地区についてですね、支援をしていただきたいと思いますが、市としての考え方をお伺いします。まあ、来年度以降も目安が示されるのであるから、メリット措置をなくすということは、まあ、基本的には間違いでないのかなというふうに思っていますが、実は調べたところ、米どころ宮城県においては、まあ、上町や栗原市の事例なんですが、互助制度、まあ、これは宮城では、まあ、原炭の肩代わりを共保証という形で、まあ、あの会津の方でも共保証と呼んでた時期もあったんですが、まあ、これを継続するということがですね、地域の再生協議会で決定をされています。まあ、それぞれの市町村の中でこういう独自の決定をしているというところも現実にはあるわけでございます。まあ、福島県、まあ、さまざまあの議論があり、再生協議会で、まあ、継続するという方向性にはいかなかったんだというふうに思いますが、議論の経過、ぜひですね、これは米の価格維持に関わる重要な問題ですから、この議論の経過をお聞かせをいただきたいというふうに思います。あとですね、直接支払い制度、まあ、10アール当たり7500円という直接支払いのお金がなくなるわけで、20ヘクタール、例えば農家、まあ、規模拡大をし、一生懸命頑張っている農家であればですね、単純計算で150万円の所得減にこうなってしまうわけです。この収入減150万という金額をですね、穴埋めするというのは非常に容易なことではないというふうに思っているわけです。まあ、米は基本的に9000円ぐらいまで政府の方では下げたいと、まあ、これは TPP を想定しながら、これに対応するには9000円まで下げざるを得ないんだというようなことで、大規模化を進めるわけなんですが、大規模化すればするほど、譲谷議員、もう少しゆっくりお願いします。はいはい、大規模化がされていくと、この大規模化した農家も非常に影響が大きくなる。まあ、農家の救済には収入保険というのはならないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、あの規模拡大を進めながらその主体が疲弊するようでは本末転倒であるので、ぜひ激変緩和の措置について検討いただけないかお伺いします。次に里芋を使った、あの生産拡大によってですね、地域を活性化していき、市場も活性化していってもらいたいと言っていくんだという市長の話がありました。まあ、里芋は千葉、埼玉、宮崎、栃木で大体4割を超えています。平成28年度の数字ですね、4割以上になっています。ただ、消費量とするとですね、1位は福井だというふうに言ってるんですね。で、まあ、会津は、まあ、先ほども言いましたけれども、こず湯とかですね、芋煮でいっぱい使うということですから、ぜひですね、これを進めていっていただきたい。消費を日本一位ぐらいの話で持っていったら、
これは作付けしている人は非常に元気になるんじゃないのかなというふうに思うんですが、ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、考え方をお示しいただきたいと思います。とりあえずそこまで。農政部長。はい、まず、互助制度がなくなるということについて、何らかの激変緩和措置を講じるべきではないかと、その上で、地域の支援を、集落の支援をすべきではないかというようなことでございます。米価の下落を防ぐというために生産数量の目安という形で需要に応じた米の生産ということをお願いしながら行くわけですが、それにあたっては農家の皆様 その多様な作付けのご意向に沿って、その水田活用の直接支払い交付金、さらには産地交付金などを有効に活用しながら、また産地交付金についても市としての工夫として重点化や拡充の工夫をしながら、さらには市独自の単独の補助事業の支援をしながら、今後の農家の支援ということで当たっていきたい。で、その中でさまざまこの今回の30年の問題についていろいろご苦労をされている集落がいくつかあります。そういったところには積極的に、集落からの求めに応じるという形を取りますけれども、集落への推進プロジェクトチームによる会合を重ねて、いろんなアイデアを出し合いながら、どういった将来の方向に持っていくかということについて集落の皆様と十分話し合いを行いながら、どういった支援ができるかも含めたプランの作成ということで取り組んでまいりたいというふうに考えております。それから2点目の、互助制度を継続するところもあるというようなお話でございます。生産数量の目標配分、つまり、いわゆる減反の仕組み、つまりその目標を達成した場合にその米の直接支払い交付金が出るというようなことが、廃止されるという中では、その要するに米をの生産をする側、要するに互助でいう委託者にとってはその互助料金を払うというメリットがなくなるということなわけです。したがってその互助が成立する、その仕組みが成立するというのはなかなか考えにくいということが一つあります。それから報道で例えば山形県なんかがその地域間調整を継続するというような報道がなされておりましたけれども、これはよくよく聞きますと、その目安を達成した地域農業再生協議会に対して、産地交付金を加算する、つまりあくまでも各農家に対してはその転作をした場合 その転作作物に対する交付金を拡充するという意味だそうでございます。そういうことで互助料金というのは発生の類は発生しないというふうに伺っております。ということで福島県においても、そのような地域間調整は行わないということにしております。で、議論の経過はどうだったのかということでございますが、本市の場合、本市の地域農業再生協議会におきましては、互助がなくなることについての議論といいますか問題はなかったところでありますが、ただあくまでもその生産調整がなくなるということについてはその目安の提示ということはしなくても自由に米を作らせたらいいのではないかというような一部の意見はあったところでございます。それから大規模化している農家ほど今回 その直接支払い交付金の廃止による影響が大きいのではないかということでございます。それはまさにおっしゃる通りかなというふうに考えております。単純に考えましても、例えばその28年度の決算ベースでいきますと、
直接支払い交付金を1件あたりに平均で割ってみますと15万円ほどになります。でこれがまあなくなるというのはやっぱり大きいなというふうには思っております。ただ我々といたしましては米の値段が1票あたり500円値上がりすればこの15万円は解消できるというような考えを持っております。従いまして今回新たに30年度の当初予算から提案させていただきました米価安定対策、これに力を入れながらですね、米の価格の上昇ということに向上ということに力を入れてまいりたいというふうに考えております。それから4つ目のご質問でございますが、里芋でございます。里芋につきましては平成27年度から土地利用型園芸作物の振興ということで検討してきた中で、市場内の卸売業者あるいは食品加工業者などからの聞き取りによりまして、地元産の里芋に対する需要が高いということが判明いたしまして、今年度から土地利用型園芸作物産地化支援事業によりまして作付け面積の拡大や販売促進に取り組むということにしたところでございます。これらの事業に取り組みまして里芋をさらに拡大していきたいと、で農家の所得向上につなげていきたいというふうに考えております。譲谷高橋議員、ブランド化の話も出たんですが、本当に産地間競争というのはものすごく厳しくなると思います。高く米を売ろうというふうに頑張っている地区がどん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 出てきているわけです。寒い地方でもこれから新たなブランド米を作って頑張るというところもいっぱい出てきて、地域ごとにそれがどんどん出てきているということがあるので大変厳しいと思いますが、ぜひ頑張っていただかなければならないというふうに思います。所得をどういうふうに確保していくのかというのはやっぱり市がしっかりとした方針を打ち出していかないと難しい中身だというふうに思います。農政はやっぱり農業は市の基幹産業ですから、しっかりとその辺は認識をしながら進めていただきたいというふうに思います。次にですね、私が最初に低所得者対策のところで今回の削減案に対する市の認識をということでお伺いしました。これは国の事務だからということでの流れでさらっといきましたが、市としてですね、こういう国の政策に対してどういうふうに考えるんだということを私はお伺いしているんであって、基本的にその考えに基づいてですね、国がある程度国の足りないところとかそういうのを補ったりなんかするのが一番身近にいる自治体の仕事でないかというふうに思うわけです。そういう意味では今の答弁ではちょっと納得いかないので、市長の方の考え方をお聞かせいただきたいなというふうに思います。で先ほどですね、健康福祉部長の方から影響、それぞれありますよという話がありました。で冬季加算2015年に改正になった冬季加算についてお伺いしたいと思います。資料によれば冬季加算、この時に単身世帯では3280円、3人で2150円、4人世帯で6250円、5人世帯で7300円という影響を受け、減額をされたということになっております。これがまた新たにですね、生活保護の基準の見直しによって、下げられるということになったら大変なことだというふうに思っています。今回のこの大雪の影響でのですね、寒さの影響に対する、この冬季加算の差額について400万ほどだそうなんですが、ぜひ補填をするような、そういう施策をしていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。健康支部長。お答えいたします。国の制度を担うのが市の考え、市であろうというその考えについてでございますけれども、
先ほど答弁させていただきましたが、生活保護制度においては、国の法定受託事務でございますので、国の基準でやるべきものというふうに考えてございます。ただ、その他の低所得者対策については、これは自治事務に入るものもございますので、是々非で行うべきものは行う、行わないものは行わないというような考え方に立って、市としては事務を組み立てて事業化しているということでございます。ただその低所得者対策の中で国の方で例示化されているものもございまして、自立低所得者の自立支援法、生活困窮者自立支援法の方での対応もしておりますけれども、例えばその議員がおっしゃったような冬期間の今年の冬のように非常に寒い冬の時の食材の高騰、あるいは暖房費の高騰については、それは市の方で面倒を見るべきではないかということを合わせますと、なかなかそこの分について判断をするのは厳しい状況にあろうかなというふうに思います。報道によりますと、この冬はラニーニャ現象に起因しているというような報道もありますけれども、果たしてラニーニャ現象が起きたからすでにこういうような豪雪になったり野菜が高騰したりということでは、それの因果関係というのは把握できないというふうに思いますので、エルニーニョになったから暖冬だ、ラニーニャだから厳冬だということではないというふうに思います。基本的には低所得者対策というのは国の方で一定程度の枠組み制度を作っておりますので、それに基づいて市は行っていく。でどうしても必要と思われるところについては個別具体的な事業を講じていく必要があるというふうに考えておりますが、この冬の冬季加算の分につきましても、この件については現行の生活保護制度で事業を行うべきというふうに考えてございます。ここで暫時休憩いたします。再開を11時40分といたします。